初めてのサイクルジャージのサイズ選びです。これね悩んでいる人めちゃくちゃ多いんですよね。リンリン はい、こんにちは、森氏です。もう、リンリンも全然恥ずかしくなくなってきたんで、サングラスもかけ忘れることも多くなりましたけども、今日はね、お問い合わせも多い、サイクルジャージのサイズ選びについてです。初心者の方で、まあ、サイクルジャージ買おうと思うと、やっぱちょっとね、特殊じゃないですか、サイズの選び方とかが、着こなしとかもね。なので、まあ、すごい問い合わせ多いんですよ。 今まで東急、まあ、ウェルズの動画でも、まあ、こんだけサイクルジャージ得意としてるお店なのにもかかわらず、まあ、こういうブランドがいいぞとかこういう着こなしかっこいいぞっていうのは散々やってきたんですけどサイズ選びとかねそういう基本的なことをやるのを忘れてたなっていうふうに思いましてサイズ選びについて説明していきたいなと思ってます。<music> で大体あの初心者の方とか初めてサイクルジャージを買った方は初めに買ったもの2回目に買ったもののサイズ選びはほぼ間違ってます。 ビブショーーツしかりジャージしかかりりジジャ僕もそうでした僕もサイクルジャージ昔は S 買ってたんですけどもあの今は XS ですだたいねみんなワンサイズ上買っちゃうんんですよねこんなきついの着ないでしょっって思っちゃうののが大抵ですなのですな本来であればねお店とかに行って相談するのがいいんですけども、まあ、なかなかねお店にも行けない人もいっぱいいますし、まあ、あの東京エイズの問い合わせが多いっていう方もやっぱり近くのお店がありませんなんて方も多いのでじゃあこの動画で徹底的に紹介してやろうと思ったわけですね。 でまずねサイクルジャージってどういう着こなしがあるかっていうところを理解しとかないとそのサイズ選びも、ね、うまくできないのでちょっとその辺の話を簡単にさせてくださいまずね一概にサイクルジャージの正しい着こなしって言っても、まあ、いろんな考え方があるんですね例えばそのサイクルジャージを着てレースに出るのかそうじゃないのかあるいは本当に日常使いでも T シャツ代わりに着たいのかということで全然ニーズが変わるのでそれによってはサイズ選びってやっぱ変わっちゃうんですよ サイクルジャージって基本的にはどういう作りになってるかというとタイトフィットなんで風の抵抗を受けにくいですよっていうのと。 あとやっぱり素材が急乾速乾性だったり防臭だったりストレッチだったりっていうのがあっているんですよねで基本的にはその風の抵抗を受けずに速く走りたいっていうのを考えた時のがそのベストなフィットと言われてるものなんですけどもじゃあ一方でその急乾速乾性だったりとかあのちょっとこうストレッチが来てて着心地がいいよね動きやすいよねみたいなスポーツウェアとして使いたいよねって考えれば別にそんなピタピタなものを着る必要もないわけで例えばポタリングに使いたいデイライドに使いたい っていうことであればですね別にワンサイズアップのちょっとゆるっとした着こなしでも問題はないわけなんですよねもっと言ってしまえばあの皆さんも見たことあると思うんですけどメッセンジャーって言いますよね街でこうかっこいいピストン乗ってる方あの人たちってもうゆるゆるのサイクルチャートを着てるじゃないですかもうなんかオーバーサイズってリラックスオーバーサイズみたいできますよねで彼らなんかはバタつこうがなるのが別にまず気にしてないわけですねそんなスピード早いですけど別にレースに出るわけでもないしまあピストっていうちょっと特殊なもので走ったりするわけですからなんであの もう多分その急感速乾性とか着心地の良さってものを重視してますしむしろこうピタピタになって体が窮屈になるよりはもうゆったりした T シャツ代わりに着たいんだぜって着てるんだと思うんですよでそれはそれで別に正しいわけなんですねなのでまあ大きくそういう感じであのどれが正しい っていうことはなくてシチュエーションのうちでどれも正しいんですが今日話していく正しいサイズ選びっていうのは基本の基本になるもんなんでまあレースにも出れるというかブランド側がそういったレースとかしっかり走る時でも使えるサイズっていうのはどれが適正かそういう言い方した時が一番まあやっぱりこのサイクルジャージの性能は発揮できるよというお話ですね。でじゃあサイクルジャージの選び方結論くれればどうなのっていうとまず1つ目がきつめを選びましょうですこういう感じでピタピタもう本当にこう。 胸の形も出ちゃうみたいな感じのピタピタで来ましょうと、ここも99。ここも99みたいな。ただし、こう前傾横を取った時ですね。自転車とかでね。あのやっぱりこうやってみるのが一番いいと思うんですけど、こうやって立った時はきついけど、こう前傾になった時にちょうどいいですね。っていうのがベストです。結論はまず一つ。そこ。 であと2つ目は、まあ、そのきつめがいいよねって言ったところでまずもう1個前提の理解としてはどのブランドもですねだいたいレースフィットっていう、まあ、すごいタイトなモデルとスタンダードフィットとかリラックスフィットって言われるような、まあ、それこそ,そのちょっとこうカフェライドだったりとか、まあ、1日ツーリングに行きたいよみたいなもののためのフィッティング、まあ、そういった感じでちょっといくつかこうバリエーションが大体あるんですねだからそこのバリエーションを意識しながら選んでみましょうとであとはあのどうしてもねブランドごとに若干のフィッティングの違いはあるんですね で僕は東京ウィルで取り扱いのあるブランドは、まあ、日本製以外は全部 XS でもう全然問題なく着れるんですけどもそれでもやっぱりちょっとシワのやり方が変わったり長さが違ったりはするんですけども全部 XS でいけるんですねただそうじゃなくて合わない人もやっぱりいるんですね、まあ、そういう場合どうするかっていうと、まあ、そのブランドはやっぱり諦めましょうっていう話かなと思ってて、まあ、ブランドによってやっぱりフィッティングって違って自分に合う合わないってあるんですよ。 でやっぱそれが合うブランドを見つけたらこれが幸いだった話なので、まあ、どうしてもね好きなブランドで着たいんだったらそれ着るっていうのもありですけども、まあ、合わないものを無理やり着るんだったら違うブランドでいいものを探すっていうのも手かなと思うので体に合わないブランドであれば、まあ、ちょっとしょうがないけどまあ諦めるっていうのも一つの手ですよという感じが結論となります。それじゃあねもうちょっと細かいところでどういう感じだったらいいよってされるのかっていうのをちょっと僕がね XS とか S とかは着ながらちょっとお見せしていきたいと思います。 はい、えっと、今ね僕着てるのがイザドアのクライマージャージというもので XS なんですけどもこれは自分的には適正サイズです昔は実は S を買ってましたなんだけどちょっとやっぱり大きいなと思って XS に切り替えたという感じですねなんでこれが適正かっていうのねちょっと見ていきたいんでちょっとイメージは今日にあのわざとビブとヘルメットかぶってるんですけど、まあ、こんな感じですねじゃあちょっとあの近くで見てもらってでまずねこの辺のところがビブのこれが浮き上がるぐらいピタピタですよね 大体これぐぐららいいいののちょっっっと浮き上ががるピピタピタがベストっててう設計になってます。これできつすすぎるってこははおそらくないはずででね。これで本当に体がもうすごい全然きついよっていうんだったらやめた方がいいですけどもまあ少しここがキュッとくるなとあと腕もねキュッとくるなという感じですねでこれがカパカパになってる場合があるんですよそれもサイズ合ってないのでここはもうきっちりここに隙間ないようにきっちりこれもチェックしてくださいでこの胸周り あとこのウエストですねここはね比較的ねやっぱりあの皆さんふくよかな方からめちゃめちゃ痩せてる方からってあるじゃないですかでここはねある程度もしょうがないというか、えっと、一番重視したいのはやっぱりこことここはね重視したいなと僕は思いますでここはね比較的こう前になると若干こう,いうふうに頼るむんですよねでこれがバタつくって人もいるんですけどもまあ僕でこれなんで、まあ、もっとこう 緩んだところでそんなにまあ、適正サイズでこの,この程度緩んでるんでねそんなにバタつき気になったことで正直ないのでここはそこまで気にしなくてもいいかなとは思うんですけどもまあまりにも緩むようだったらダメですがまあ、ここは最悪そこまでそんなにシビアになりすぎる必要もないかなという点ですあと後ろの方この肩甲骨周りとか前傾の時こんな感じです結構パッツンパッツン来てますよねこれぐらいでオッケーです で特にこのイザザのクライマージャージは、ここ柔らかいんですよ、メリノなんで。だからこのパツパツでもいいんじゃないのっていう風に思ってる方もいると思うんですが、ちょっと後ほどアソスも見せますけど、まあこんな感じです。両方これぐらいパツパツになってます。じゃあちょっと S 着てみますね。これが S 着た感じです。わかんないですよね。違いやっぱり見てもねそんなにわかんないんで、要は全然これでいいじゃん S でってやっぱ思っちゃうんですよ。ただ S 着た時の方が楽です、すごい体は。 それでじゃあこれでいいじゃんってなっちゃうんだけどでもよく見てもらうとさっきみたいな線が全然浮き出てないですよね普通に立っててでこうすると前傾になった時に結構しわ寄るの分かりますこの辺までこの辺浮いてますよねだいたい通常はこういう風に走るんでそこまでシビアじゃないんでってさっき言った通り全然これでも走れるしもうこれで正解って言われちゃえばそうなのねっていうふうに思っちゃうんですよ思っちゃうんだけどでも本当の適正サイズはさっきのだっていう意味ではこういうふうにここが頼まないんですよね お腹の方はさっき言った通りたるんでもいいんですけどここはねたるまないんですよ前傾になった時にでそれが適正ですであとはまあ気持ち悪いところはここですねちょっとこう腕を上げてみるとここ浮いてるの分かりますでこれはやっぱりこういう風になってる時に一見ちょっとちゃんと閉まってるようででもちょっとこう回転させるとこの辺が浮いたりしてますよね指入れてこうやって簡単に入る感じこれはあの大きいんですやっぱり。でこの辺のところが まあ一つ見るポイントにはなるかもしれないですね。この辺はねガバガバっとするんで、若干着てると気持ち悪く感じるんですよね。あの適正サイズに慣れてくると。あと丈感はねこれはもうブランドによって全然違うので、別にこれが長いってこともないなっていう感じですかね。ただまあこの辺のシワとか結構寄ってますよね。わかりますかね。だかこの辺が絶妙なテンションで少しこう伸びてるぐらいでフィッティングするのがベストなサイズ。いわゆるメーカー推奨のサイズと思ってもらって間違いないです。 あとは何かねお腹がこうふくよかな方だったりとかあと先日お伺いしたお客様だと 胸筋がすごいあってバストがでかくてウエストがすごい僕遅いんですけどどうしたらいいですかって質問があってうーんそうですねみたいな話だったんですけど僕がおすすめしたのはまあさっきも言ったみたいにやっっぱり胸筋に合わせまましししょううていうのはおすすめしましたで多少こっちが入れるんでもここがしっかりフィットしていればそんなに不快感はないですよとただそのさっき言った本当にもうプロになりたいといかレースに出たいってなってくると全体がギュッてなってる方がいいのでまあその辺はもうちょっと合うブランドを探していくっていうのもありかとは思いますけどもまずはこの胸あまずはこの胸 ベースで選んだ方がいいかもしれないですね。って話はしました。はいで、これがいざ沢のクライマーの場合はですでせっかくなんでちょっと違うブランドも見てみますか？はい。じゃあアソスね。アソス行ってみましょう。はい、次ね。アソスですね。アソスっていうか、まあ、レースフィットの例でちょっとアソスのエキップっていうレースフィットのモデルを持ってきました。まあ、この辺はね。パスノーマルとかアソスとかはこんな感じのフィッティングだと思ってもらえばいいと思うんですけども、まあ、見ての通りめちゃめちゃパツパツですよね。 でこれ辺がすすごいいあの印象的かなと思いますちょっとこれねジップずすとあの分かりやすいのでこうやって外すとこんな感じですこれ選ばないでしょ多分このサイズ絶対自分のサイズじゃないって思いますよねきっとねで S もねこれ着てみたんだけど全然パツパツでもう S でもなんかきついぐらいでしたでね ASOS のこのレンジになってくるともう間違えて2サイズアップの僕でね XS が適正なのに M 着てる人とかもいます 「でそれをこう勧められたんです」って言ってあのうちのお店に来て「いやいやこれ2サイズ下で大丈夫ですよ」みたいな話もあったりするぐらい分かりにくいんですよねレースフィットってちょっといろいろ話が前後して申し訳ないんだけどアドバイスとしては僕アソス着る時は普通のミレーっていうスタンダードジャージでサイズ測ってからレーシングフィット同じサイズ買った方がいいと思っていてミレーだったら分かりやすいんですよ S だとちょっとさっきみたいにゆるむとか分かるんであ XS 俺大丈夫だなと思ったらレースフィットも XS を買うっていうふうにした方がいいです ただ初め買った時本当にこのサイズで良かったのかなと思うぐらいきついんでちょっとそこは我慢してきてくださいということです。で何で我慢するかということを今ご説明します。こんな感じです。ここにシワを取ってますよね。アソスのウィンドジャケットとかジャージって全部そうなんですけど前にこうやって立つとここが突っ張るような仕組みになってるんですよ。でまあもう言わなくても分かると思うんですけど見ててくださいね。こうなんです。ぴったりくるでしょ。こういう設計になってるんですね。だからここうう立ってると前にこう 引っ張られるんですよね腕が前振りに,こう,前に出せでこう自転車のポジションを取るとちょうどよくぴったりくるっていう風に作られているのであの立ってる時はここが突っ張るということでここにシワが入るのが適正なんですねここであ突っ張るこれダメだってみんな自己判断しちゃう人は思っちゃうんですよね特にアソスが顕著なんですけどもアソスのこのエキップが顕著なんですけども腰こ入ってんなと思ったらそれでやめるんじゃなくて一回前傾取ってみてくださいここで OK になッ OK ですさらにもう一個それでもやっぱきつめに感じるんですけども このののアソススレレベルのまあレースフィットの生地ってめちゃくちゃゃく伸びるんですよだからえっとタイトに感じるんだけどその分伸びるっていうふうにできてるのでもう全然それでこれで5時間走っても6時間走っても全然ストレスにならないようにできてるのでもうそこは心配しなくていいかなとあと腹の辺りとかも全然たるんでないですよねだからこれがあの本当にタイトなんだけどしっかり伸びるからその人の伸びに合わせてきっちりこう伸びてくれるという感じこれがレースフィットです でこれじゃ S S の方ちょっとててみまますねはい S 来てましたもう全全然然わわかかんんなないいでですすよよねねもう別にこれでも全然十分じゃないかって何な,なら結構こうグッとくるからこう立った時にグッとくるっていうのを勘違いして「やっぱ僕 M かも」って言っちゃう人は絶対いると思うんですよ。であ,のあんまり知らない人がこう付き添いにいると「そうですねそうですねじゃあ M 着てみます」っつって「あこれちょうどいいです」って「M を買ってしまうと2サイズアップを買ってしまったみたいになってしまうということなんですね。まあ、これで じゃあさっきみたいに前傾してみましょうとどうでしょうかこれあ合ってますか合ってませんかキューチャーピーからないですいああでもちょっと浮いてますかね浮いてるでしょ、はい、こうシワが入ってるでしょいろいろ、はい でこれがあのなんていうのかなちょっと説明が難しいんだけどさっきのイザドアとか他のスタンダードフィットみたいにそんなにこう沈縮性がないものであればこれぐらいのしわって許容なんだけどアソスのレースフィットは XS の時全くシワ寄らなかったでしょだけどあれ着てる人は別にストレスになるわけじゃないのでであればやっぱり XS が適正ですよねって話になっちゃうんですよね。ももちろんこれでも全然もう別に多分 快適なんんだだと思うんだけどねでもやっぱりピタッとしてる方が汗を吸い上げて外に拡散するだったり、まあ、風の抵抗を受けないとかいろんな意味でレースシーンにおいてはですよプラスになってくるので、まあ、こっちの方がいいよねとまあでもせっかく買うんだったら適正がいいよねって意味では別に向こうでいいしであとはもう一つちょっと。 アドバイスとしてはさっきそのシチュエーションのサイズ選びってあっていいよねって言ったんだけどやっぱこのレースフィットに関してはシチュエーションに応じてではないのかなと思っていて、まあ、これをワンサイズアップツーサイズアップでゆるっときましょうってやるメリットが多分ないんですね値段も高いですしこの素材を生かしたいがためだけにそういう買い方をするって使け方あんましないと思うのでレースフィットだけはもう適正で買いたいということであればよりこうシビアにしっかりと選んだ方がいいんじゃないかなと。 いいうううう意味でで、まあ、こういう感じで選びましょうとでアソスは多分他のスタンダードサイズ選んでから選んだ方が間違いないんじゃないかなというふうには思いますじゃああとねちょっと2つだけやってみますかセブンメッシュとベロシオあたりはいはいじゃあここからねね、まあ、あんまりもううんちくもなくあのちょっと2ブランド比較だけしてすぐ終わりたいと思いますまずセブンメッシュですねこれが XS ですこんな感じですこれもちょっとここ突っ張ってますよねここ分かりますよねここ前傾取るとちょうどよくなると このシワもそんなに寄ってないかな。だからイザドアとかがあのコンフォートフィットっていうのを売りにしてるので、まあ、スタンダードフィットの中でも、まあ、ちょっとコンフォートな感じに作ったんですよね。で、セブンメッシュとかはもうちょっとレースフィット寄りという感じでしょうね。ぴったりしてる感じ。これが XS。じゃあ S 着てみます。はい、これが S ですね。セブンメッシュの S。こんな感じ。もうこれは明らかにでかいです。この辺とかもすっごいきますし、なんか着ててもなんかちょっと緩いなっていう感じ。セブンメッシュとかはそういう欧米、アメリカの方のブランドって、 僕よく言うんですけど大胸筋周りがでかいんんですよねなんかここが厚くてここの脇の下のここの肉がもっこりついてるようなパターンを引いてるものがすごい多くってあのイタリアとかヨーロッパのってまあ比較的日本人に近い形なんだけどアメリカとか地形ってここらがでかいのでこれもそうなんですけどもなんかこの辺がでかいんですよね。セブン‐メッシュの他のゴアの,あのジャケットとかも僕いつも着てて思うんですけどこの辺がすごいでかく感じるこの辺が余りやすいんですよね。 だからまあ、セブンメッシュを着るときは、ちょっと胸筋をガッチリ鍛えてから着た方がバシッとくるのかなというふうには思います。というのもちょっとフィッティングの特徴ですね。あと、先はちょっと長めですね。じゃあ次、ベロシオはい、これベロシオですね。これレースフィットの方なのかなちょっと、あの、若干こう、フィッティングがしっかりしてる感じ。で、袖もこう、今っぽく長めなデザインですね。で、まあ、この辺にちょっとこう、シワが若干寄ってるけど、こうやって前になればちょうどいいかなという感じですね。 まレースフィットなのであんまりこうゆみはないかなという感じ。はい、じゃ S サイズ。はい、S サイズはこんな感じですね。まあ、これ明らかに緩いですよね。まあ多分あの明らかに緩いですよねって言いつつ多分今いろいろやったからそう感じるんだっていきなりこうお店来てこれ来たらあこれでちょうどいいですってなっちゃう方の方が多いんじゃないかなって思うんですけども、まあ、実はこれはもうこのいろいろ皺が寄っている時点で大きいんですっていう話なんですよね。 ごめんなさいちょっとこれレースウィットって言ったけどレースウィットでも確かないはずですペロシオはこれですごく生地がこれ柔らかいんでまあまあこうタイトに作ってありますけど多分これ「デイライドもできます」モデルだったはずなので。 って感じですね、ただまあ以前から言ってるねベロシオってあの比較的アソソを狙ってんじゃないかなと僕思っててあのまあこういうようなちょっとこう走れる人でも着れるような感じのデザインとかフィィッティングにしてある気がしますであとね他のブランドだとまあイザドは比較的コンフォートに振っていてうちで取り扱ってるブランドでまあ代表的なところでプロトンとパリとかもまあ若干コンフォート気味な気がします。 であとカフェ・ド・チキリステとかもあの若干コンフォート気味かなとでもあそこも一応レースモデルも両方出してるんで、まあ、いざとらもですけど、まあ、そういう意味ではレースモデルと、まあ、デイライのモデルでちょっとフィッティング変わってくるみたいな感じですかね。 はい、という感じで、ね、あのサイクルジャージのサイズの選び方についてお伝えしました皆さんね体型って人それぞれいろいろあるのでどこにこう合わせていくかっていうのを考えながらね着てもらえればなと思います僕は結構華奢なのでどうしてもそのここの腹周りにこうシワが寄るっていう感じたるむって感じにはなってしまうので 自分的にはそこはもう許容だと思って全然他のブランドも全部着てるんですけどもまあそうやって自分の体の特徴に合わせてねやっぱりちょっと違いが出てきますんで、まあ、その辺を見ながら、まあ、どこに合わせてどこを適正にするべきかっていうのを考えていただければあのすごくいいねサイクルチャージが選べるんじゃないかなと思うのでそうしてみてくださいあとはねどうしてもわからなければまああのアドバイスをねお店とかうちのオンラインの問い合わせでもねいろいろそういうお問い合わせ多いので回答してますので、まあ、そういったあのわかっている人に聞くっていうのは一つ手だと思いますので、まあ、そういったところも活用しながら ぜひね、あの自分に合ったサイクルジャージを選んでみてください。はいというわけで今日の動画は以上です。もしね、なんかもうちょっと知りたいことあるよとか、この辺もうちょっと説明してほしかったなっていうのがあれば、コメント欄の方にね、あのいただければ、その場で回答できるものは回答しますし、あのもうちょっと説明必要だったなっていうものがあれば、また第2回でね、ちょっとまとめていきたいなと思いますので、ここもうちょっと聞きたかったっていうのがあれば、コメント欄の方で書いてみてください。よろしくお願いします。はい、という感じですね。 じゃあいいねと思った方はいいねの方と、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今後もやっぱこういったまあサイクルウェア専門店ならではのね、視点でこういったハウトゥーものとかも出していきたいなと思ってますので、ぜひあの登録よろしくお願いいたします。あとインスタグラムの方でもまあ逆にこういったサイズ選びというよりは着こなしの方のね、スタイルなんかを投稿しているインスタグラムの方で東京美術館とやってますので、そちらのフォローもしていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。森内でした。バイバイ。 はい、サイクルジャージねサイズの足しやればビブショーツなんかもね悩んでる方いると思うんでちょっと似たようなことやんなきゃいかんかなとは思ってるんですけどもまあ基本的にはビブショーツはしゃがんでみてさっきみたいなシワがよらないか。 のを確認してていいくっっう作業になるんですけどものまあと思いますあと今ね春でついにですね僕らのサイクルジャージメインどころがほぼ全部揃いましたんで、まあ、ほぼ全部って今日がもう多分この動画出る前の1週間か2週間前だと思うんですけどもまあ,あのぜひね慌ててあの来てください人気あるやつマジすぐなくなっちゃうんでという感じでサイクルジャージのチェックもよろしくお願いいたします